大葉武俊歌姫失踪事件、1. 若き素人,探偵人間の体が煙のようになりうるかどうかということが真面目な問題として考えられた事件といえばあるいは諸君の中には 数年前新聞史上を騒がせた歌姫失踪事件を想起する人もあろう全く事件は燃え立つ火のように人の目を奪って勃発しそしてやがて煙のごとく曖昧にいわゆる迷宮入りとレッテルを貼られたまま幕を閉じたのだ私津上澄夫はその当時 A 新聞の探訪記者をしていて親しく事件の当初から関係し さらに驚くべきことにはついに知らされずに終わった事件の謎を知失している人間なのであるなぜに私はその秘密を知っていたかそれは事件探査の陰に存在する軽便な素人探偵峰島和恵の活躍があったからだ峰島と私とは同郷出身の古い友人である 年齢は峰島の方が5歳ばかり上で彼は小学校を終えるとすぐ南米に移住している父親のところに行ったそして戦争十数年の後ひょっくりと彼は若きミリオネアとして故国を訪れたのであったがまさかそこには彼の努力を煩わせるような事件が待ち構えていようとは思わなかったであろう 事実、峰島がこの歌姫失踪事件に手を触れたのは偶然であった。しかも興味深く思われることは、私が事件勃発の方をもたらして彼の四宿ホテルを訪れたのは彼の日本出発の当日だったのだ。なんとか知恵を貸してもらえばいいか。だって君、僕は今日立つのだぜ。立つ時間まででいいんだ。 とにかく事件には例の「青ひげが伏在しているのだから「何青ひげが青ひげというのはその頃、鬼熊だとか「ピスケン」だとかいう名と同じように世間に喧伝されていた怪盗の名であったなぜ「青ひげと自称するのかつまびらかではなかったが彼の犯行はおそらく奇境で。 常に人々の意表に出ることを得意中の得意としている風があったおおよそそのやり口には定石があってあらかじめ被害者方に犯行を通知しておき被害者ができる限り防備を固めた頂点において彼は悠々と犯罪を遂行したそれは被害者のほっと安心したところに生まれるほんのわずかな器用最も巧みにつくといった極めて見事な反跡であったが それに対して当局の活躍はまだまだ閣下創用の勘は免れず何の手がかりも犯人に対して得ることはできないでいるのだったところで峰島は青ひげという私の言葉に良き以上の好奇心をそそられたらしかった彼は急に荷造りの手を払ってタバコを取り出すと不思議に輝きの増した瞳を私に向けて ドカリとそばの椅子に腰を下ろしたのだった。うーん、そら面白そうだな。事情によっては出発を延期してもいいぜ。まず、事件というのを話してみないか。2. 歌姫の失踪事件はそもそも昨夜起こったのだが、 と私は勢いを得て昨日午後10時 N 会館ホールで行われた黒沢景子の貴重第1回リサイタルは非常な正解のうちに終了した彼女は22歳でスカラ座のプリマドンナを務めたという経歴をお土産にしているだけあってそのリリカルソプラノは近来にない感銘を聴衆に植え付けることに成功した 楽屋では黒沢恵子を中心とした関係者の乾杯があって雑談一時。それから彼女は自動車に搭乗して目下投宿中の悠長の F ホテルに向かったがその途中不可解にも慶子の姿は煙のごとく消失させられてしまっていたそれについて注意すべきは黒沢恵子は数日前 例の恐るべき青ひげより予告を受け取っていたこと並びに当也はそれに対して十分なる対策が講ぜられていたにもかかわらず事件が弱キされたことであるすなわち事件前後の事情をなお一層詳しく述べるならば実は黒沢恵子は日本へ帰ったばかりで青ひげなる怪人の素性を全く知らなかったそれで彼女は 脅迫状を受け取りながら何らそれに関心を払わないで当屋まで過ごしていたところが当屋楽屋での雑談の折同席していた誰かの中からふと青ひげの話が出たちまちのうちに彼女を恐怖のどん底に陥れてしまったのだ一同は今さらのごとく慶子が青ひげから運命の予告状を受け取っている事実を知って改善としたが どうすることもできなかった。警察に訴え出るにも人気家業の上から考慮されとにかく今夜は安全にホテルに送り返さなければということになって彼女の希望から特にドアに鍵のかかる車が探されたガレージにそれが運よくあったご存知のブルーアムという車で運転席と客席とが別々になっている古い型である ちょうど R ガレージは N 会館御用であったため難なく希望が達せられて恐怖におののく恵子もすっかり安心してしまったのであったが兄はからんやそうした安心こそ青ひげの付け狙う好きだったのである恵子は N 会館裏口からこっそりその車に乗って帰戸に着くことになった扉の鍵は彼女の支配人浅川久助によって厳重に施され 外からも中からも絶対に手が触れられぬように準備されたかくして車は失踪した続いて支配人パトロン音楽批評家の3人を乗せた護衛者が数メートルを隔てて追随した闇の中には何らの変わったこともなく2つの車はやがて相前後して F ホテル玄関前に到着したが なんと仰天したことには出発前と何ら変わることなく密閉された社室の中にはすでに稽古の姿は煙のごとく消し去られていたのである変じゃないか合鍵ぐらいであげたんじゃないのかタバコを黙々とふかしていた峰島が腑に落ちぬ顔で言ったいや扉には何人も触れた形跡はない それに特殊な鍵なのだから合鍵のあろうはずはないのだ運転手は取り調べられているだが彼は事実何も知らなかったらしい夜更けのことでもあり2台の車は30マイル以上のスピードで走っていたのだから運転手は実際上から言って運転以外の行動は取れないはずなのだ青ひげからの予告というのはどんなものだったんだろう タイプライターで筆跡をくらましてある従来どおりのものだったそうだが内容は「我は何時を欲す」「我が望みはかつて達せられざるはなし」「青ひげ」とあったそうだ峰島はじっと木工したがしばらくして私を帰り見ると「よし 一番、青ひげと一騎打ちをしてみようか。と、自信ありげに、微笑みを浮かべた。三、警視庁にて。峰島和江という男は、知能の優れた俊敏な人間である。ものに応じない応用な度胸と、 頭のののいいいとところから生まれるる皮肉な言動を常に彼の特徴としているのだが私の見込みは果たして間違いはなかった事実結果から言ってこの科学的な理屈では解決できない歌姫消失事件の謎を見事にばき去ったのも彼なればこその感があり私は後になって改めて私のちょっとした考えから彼を出動させた偶然に対して幸運を感じたのだった。 それにしても、青髭というやつは、と私はホテルから峰島と立ち並んで出ながら言った。君にまで被害をかけてしまったんだな。もう一日おとなしくしていれば自分も安全だったのにな。冗談らしく峰島も笑って。今度は青髭も運が尽きるだろう。 優先会社で乗船延期の手続きを済ませそれから警視庁に回った白状すると私は前夜来の疲労を非常に激しく感じていたそもそも事件発生で駆け回せられる前までは私と峰島とは銀座から新橋という辺りを「峰島送別」という名目で伸び回っていたのである明日は船だからなあ。 それがひょんなことからこうした渦の中の人物になってしまったのだ峰島君は疲れていないのかい車の上で私は峰島に行ったなに峰島は精力的に笑った事実彼を興奮させたらしい異常な好奇心は昨夜夜更けまでの乱水などは後も止めず消し去っていたのである 警視庁では捜査課の葉山警部補に会った警部補は私の大学時代の友人なので快く暇を割いてくれた昨日の事件は今のところ手がつけられないでいる警部補は言った被害者が行方不明なのだからご利夢中だ運転手から何か手がかりは見つからなかったのかね 私は尋ねたダメだやっこさんは運転中目耳鼻等いずれの感覚からも何らの異常を感じなかったというんだ所属のアールガレージに金属を命じてあるから聞きたいことがあったら言ってみたまえ自動車には科学的試験を試みると言っていたがやってみたが新事実は発見されなかった。 指紋は誰のも残っていない。な昨夜は関係者一同冷蔵用の手袋をはめていたのだそうだそれに車体はちょうどガレージで洗った直後だったそうだねドアはやはり開かれた形跡はないのかね絶対にない鍵がなければどうしても開かないのだ窓や何かに新しい手がかりは発見されなかったのかな ガラスはは全部はめ込みなんだよ。それにもちろんその表面も検査してみたんだが不幸にして毛の触れた跡も残ってはいないんだ床はだがまさかそらさすがに私もそこまで追及して自分の疑り深いのに気がさしたいやもちろん床も調べたよだが葉山警部補は 決して緊張を緩めないで真面目に答えた床は一点の秘密をも持っていなかったするととやっとその時まで目前と葉巻をくゆらしていた峰島が口を挟んだすると車の中の女性は現実的な話として車のどこにも触れずに外部に連れ出されたのですね確かにそうなのです 文字通り「煙のように」です警部補は神秘を肯定しなければならぬ困惑した顔にどこか自嘲を交えた苦笑を浮かべながら答えたのだった、4. 現実の奇跡問題の自動車は 昨夜のままにしてあるエクホテルの車庫に抑留してあるから調査したいならするようにという警部補の好意ある言葉を得て私たちは間もなく警視庁を後にしたまず昨夜の事情を直接当事者たちから聴取してみなければ支配人の浅川なら P クラブにいるはずだあそこで事務上の交渉を行っているんだからよし行こう ちょうど昼食時でもあるからなタクシーを飛ばせて P クラブに行ってみると果たして浅川久助は新郎に目をへこませながら事件の始末に本命していたまだ何とも見当さえつかないんでして死を通じて談話室の机に相対すると浅川は悲痛と言っていいような顔をしていった実に。 力湧いたような災難です。全くの突発事なんですね。そうなんです。青ひげの方は脅迫状を汚した時から機械を狙っていたのでしょうが、私の方は昨夜の事件前数十分まで夢にも気がつかなかったのですからね。 用心したのが災いのもとだったな思わず無遠慮に言った私の言葉に対して「しかしそら無理だ人情なんだからね」と峰島は取り直して「それにしても昨夜青ひげなどのことを言い出したのは誰だったんです北畠男爵だったと思いますはっきりは分かりませんけれど」 北畠氏というと、黒川恵子のパトロンさ。私は横から説明して、浅川さんの前だが、実はあまり関心しない人物さ。浅川支配人は孫ついたように赤面した。峰島は紳士らしく気に留めぬ風で。で、恵子さんは脅迫状を思い出したんですな。 そうなんで、もう真っ青になってブルブルっとおかんの時みたいに震え上がっちまいましてねそれからが大変だったわけですけど自動車で帰るならいっそみんなで帰ればよかったですねあとの祭りさ間の抜けた私の考えに失笑したように峰島は言って しかし、鍵の降りる車なら車で、どうして誰か一緒に乗らなかったんですかそれが、浅川は困惑したように言いよどんだ。いや、それは僕が説明しよう。ちょっと聞いたことだから、真偽はわからないが。私は、田んぼうの際耳に入れたことを思い出して。何でも北畠男爵が一緒に乗ろうとしたんだそうですね。 で稽古場はそれを激しく断ったそのために他の者は男爵への手前遠慮してしまったとそんなことじゃなかったんですかまあそんなようなわけでしたが支配人はしかたなく肯定してしかしその代わり今一台の自動車ですぐ後ろから 私たちが護衛して出発したんです。手落ちはなかったんですね手落ちなんかあるはずはありません。自動車は鋼鉄張りみたいにしっかりしたものでしたし、その周囲から完全に隔離された車室の中に、私はこの手でしっかりと黒川城を密閉したんですからね。もちろん、 会館関係者その他、囚人監視の中での話です。まるで消極祭天滑の魔術だよ。私は問い気をついて。たった一つしかない扉の鍵はこちらのポケットにある。それなのに、第一、扉などに触れずに、青髭は車の中の女を奪っている。奇跡だ。 さすがの峰島も低くうなったまま額に深く手を当ててしまった 5. 稽古の周囲昼食の時に私はほんのわずかではあるがさっき話に出た北畠男爵についての知識を峰島に参考のために聞かせてやった。 家柄はいいんだがほうとう者でね親譲りの財産で長年外国に遊んでいた男なんだ恵子との関係は単にパトロンと一女流芸術家のそれに違いなかろうが噂によると北畠は稽子を一人前にさせた経済的恩恵を盾にかなりの野心を稽子の美貌に抱いていたらしいんだよくあるやつだなこんなやつにかかると どんな手段をも厭わないで目的を達しようとするからな。しかし、青ひげとは関係はないだろう。昨夜、こやつは後ろの方の自動車にいたのだから。もちろん、僕の言ったのはそんな意味からじゃない。とにかく、直接稽古にご就寝だった男は北畠と、まだ他にあったのじゃなかったのかな。批評家の寒ョ常ジもそうだろう。 先生はまるで稽古の御用批評家なんだすると恋の葛藤はなかなか激しかったのだなでも青ひげのブレに比べるとまだまだこの方はお上品じゃないかちょうどこの時顔色のいい中老の一紳士が浅川久介と今一人の男と共に食堂に入ってきたおい話題の中心人物が舞い込んできたぞ 北畠だ。おおなかなか一癖ありそうな人物じゃないか。峰島はちらと一別して、食後ついでにインタビューしていくか。談話室に再び食事後の北畠男爵らを用意して、私たちは早速質問の矢を放った。昨夜はずっと稽古場の車の後ろを走りになったそうですが、 あなたも何も変わっったことを発見されなかべんで,でも同じようなことを聞かれるもんじゃなわしゃこの目でじっと前の車のテールライトを眺め続けていたんじゃよ変わったことなんかあるもんじゃないそれは事実なんです不愛想な北畠男爵の答弁を取りなすように浅川支配人が横から引き取った。 私どもの車にいた運転手を合わせて4人の人間が誤りもなく見ていた事実なんです前の車から人でも飛び降りればどんな悪いコンディションであったとしても私どもの目に触れずにはいられなかったと思いますよ実にいくら考えても解決のつかない話なんです私は N 会館の主事横山というものですが と、今一人の紳士は、私たちの方に疲れたような顔を向けて。この目で黒川城が自動車に乗って走り出していくのを見てさえいなかったら、全く昨夜のことは滑稽な錯誤。乗ったように見せかけて、自動車には初めから乗らなかったとくらいしか考えられないでしょう。しかし私は現に、わかりました。 もちろん夢の中の話じゃなし彼女は密閉されて出発したのでしょう峰島は考えてところで彼女の遺留品には注意を引くようなものはなかったんですか問題の自動車の中には乗る時に持って入った白バラの花束と彼女愛用のハンドバッグそれくらいなもの これは警察の注意によりこちらには持ってきていませんホテルの居室には普段と変わったものは何もありませんでした浅川支配人が説明したでは青ひげの残した手がかりは脅迫状以外は何もないわけですね警察でもあらゆる手段は講じたらしいのですが 手がかりになるようなものは全く北畠男爵あなたは青ひげがどこで稽古場を見初めたか側近者として心当たりになるようなことはありませんか私は図けりと質問した冗談を言っちゃいけないぜ稽古は群衆に接するのが商売じゃないかわしがそんなことを知るものか 6解決の鍵 P クラブを出て例の自動車を観察するために F ホテルに向かったのはもう2時に近い頃だった車庫は広々としていて問題の自動車は一番隅に壊れ物のようにそっと押し込まれてあったが配置されていた一人の警官に葉山警部補の名を伝えると快く車に近寄ることを許してくれた 2台あるがこちらは何ですか左のが黒川の乗った車で右のが後ろから続いた車です参考のために2台とも手をつけないであるのです警官が親しそうに答えてくれた問題の自動車は黒塗りの運転手席が外部に露出しているやつ今1台のは箱型キャデラックではあるがこれもあまり新式の車ではなかった 運転手が気がつかなかったというのは、この座席の関係なんだな。少しばかり客が騒いだって、運転中なら気がつきやすまいよ。私は二つの座席を見比べながら言った。そうだ。事件とこの車とは確かに有機的な関係があるね。特にこんな車に乗ったのが、稽古にとっては災難だったのだろう。 しかし稽古から言ってみればこんなに安全な車はなかったはずなんだがなとにかく運転手がそばについていながら何らその役をなさなかったのだからね稽古はこの自動車に乗った瞬間から完全に孤独にさせられたわけだよ自動車のドアを注意深く引くと不思議な事件の起きた客席の内部が危機迫る感じで展開された 白バラの大きな花束が無残に踏みにじられて床の上に、美しい稽古の運命を暗示するように花びらはそこら一面にしなびちっていた。ハンドバッグは警察なんだね。そうだろう。いや、ハンドバッグには別段のことはなかったらしいですよ。警官が横から助言した。 海中鏡が壊れていたそうです。それからコンパクトがクッションの上に放り出されていたそうですが。じゃあ、お化粧でもしようとした瞬間に襲われたのかな私はクッションの上を注意深く眺めて。なるほど。粉おしろいが散っているよ。峰島は再利な目で車内を観察していたが、やがてそばを離れると。 無言のまま腕組みをしながらその辺りを歩き始めた。約半時間。そろそろ私が退屈になった頃になって、峰島は津と私のそばに寄ってきていった。はっきりとは言えないが、重大な矛盾を発見したような気がするよ。解決の鍵は握ったのじゃないかと思うんだ。え私はびっくりした。 解決の鍵は握ったって待て、まだ公言はできないんだ。今少し突っ込んでみなくちゃ。まず一応は、順序通り、関係者全部に当たってみなければね。さて、次は昨夜の運転手たちだ。だが、峰島、僕は心配だから言うが、一つや二つの矛盾は今さら発見されるまでもないんだぜ。 そもそも事件全体が矛盾だらけなんだからいや外面的な矛盾は案外系統だっているんだよそして系統を破った矛盾こそこの際注意されなければならないんだ峰島は先ほどから口にしていた葉巻を強く噛みしめて言うのだった7銀座とガレージ 批評家の寒河江ジョージは白雪送信の神経質な姿を人をはばかるように銀座に表した F ホテルからの帰途をわざと自動車にも乗らずブラブラと街を歩いていた私たちはゆっくりなくも彼の姿を発見して都合のいい偶然を喜んだ寒河江はひどく驚いた風だったそして次にはかなりな不愉快さを顔に表した 僕は何も知りませんよ。いや、知らないことはお尋ねしようとは思いませんがね。私は意識的に意地悪く詰め寄って。黒川恵子さんとはいつ頃から知り合いでしたかパリ留学時代からですよ。失礼ですが、お二人は恋愛関係ではいられなかったのですか失敬ですね。 僕はそんな質問には答えられませんではそれは別として稽古場のご災難は結果としてどんな形をとると思いですか何とも言えないでしょうただ僕は彼女の生命の安全を祈るだけでいっぱいです東京のどこかに監禁されているはずなんでしょうがねそうでしょう僕は警察力の当てにならなさを こんなに痛感したことはありませんよ。私たちは、サムガの顔にちらりと霊笑の浮かんだのを見逃すことはできなかった。じゃあ、僕は失敬します。サムガは肩をそびやかして雑踏に紛れてしまった。変な奴だね。私が後ろ姿を見送りながら言うと。なに、単に新聞記者嫌いにすぎまいさ。 と、峰島は退屈そうに答えた小れいなパーラーでひと休みして私たちはもうひと働きするためにタクシーに乗ったアールガレージに着くと私は早速主人に面会して昨夜の運転手たちに合わせてもらうように頼み込んだ「えー、ええ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 はええ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  早速呼び込まれたのは、問題の自動車を運転した青年だった。私は、全く何も見も聞きもしなかったんですが。私たちの顔を見ると、笹井茂雄という坊ちゃんらしいその運転手は、もうドア口のところで困惑したように言ったが。いや、私たちは警察のものじゃないんだ。と説明されて、やや顔色を和らげた。 こいつはよっぴて責められていたんですっかりおじけづいちゃってるんですよ人のよさそうな主人が笑ってなんだって事件を乗せて走っていた男なんですからねしかし私は全く何も分かっているよ本気に興奮する支いを慰めるように私は制して君の潔白は 自動車が操縦され続けていたことと、車体に何ら人の触れた跡のないことで証明されているじゃないか。心配するな。それならいいんですが。笹井はほっとしたように安心の色を浮かべたが、私たちはふと彼の思いのほかに憔悴した顔の中に、何かしら非情な苦悩が刻み込まれていることに気がついた。自動車は君のものかね そうです。横浜のオークションで買ったんですが。ライブ取られたろう。型が珍しいんで案外安かったんです。峰島は頷いて。パリ型はまだ日本には流行らんからね。そして帽子を取り上げると。明日にでも一つ精密に昨夜の走路を調べさせてもらいたいね。君。 案内を頼むよ 8. 実地検証しかしかくしてその日を送り出した翌日の朝になってみると新聞紙はまたしても次のごとき驚くべきニュースを報道しなければならない羽目になっていた「青ひげまたも帝都を脅かす」 黒川慶古場誘拐事件の唯一の参考人と目されていた問題の自動車の運転手笹井茂雄は昨夜9時頃栄一町アパートの自室にガレージより帰宅後直ちに千夜来の疲労を癒すために就寝したが就寝を幾ばくもなくして青ひげの襲ぐところとなり大格闘の末どこへともなく拉致された。 アパートの居住者たちは物音を聞きつつもまさかと思い特別な注意を払わないでいたのであったが事件後の室内は鮮血飛び凄惨な情景を呈しているなお係官の検証によって被害者の紙くずかご中より青ひげの脅迫状が発見され河ぜ当局の活躍は開始されたうんぬ、うんおいこれを見てくれたか 沖に軽ホテルに飛び込んでいった私は峰島を食堂の一隅に探し出して言葉を弾ませて新聞紙を突きつけたさっき見た今それを考えていたところなんだがどう思うあまり意外な出来事じゃないねだって笹井という男は事件を知っていたに違いないからな第一理屈から言ったってね何 昨日の様子でも知れるじゃないか。奴は青ひげに都くの挨拶をされることを予期して恐れていたんじゃないかしら。そういえば、加点ができないでもないな。まあいいさ、別に僕らには興味的でもないからな。それよりも今日は予定通り実地検証だ。支えがダメなら福原に案内させよう。事件の確証をつかんだと称する昨日から。 私はもう何事も峰島に任せていた歓迎滑からざる彼の推理眼には心から信頼できたしそれに事件の外角からいって到底私がジタバタしたところで始まらぬと思っていたからだった支えの身の上にまで降りかかった災難に対してもうすっかり顔色を失っている R ガレージの主人を尻目に私たちは今ま一人の当夜の運転手 福原誠の運転手するフルフォワード。彼の持ち車はまだ返してもらえないでいたのだ。に便乗。早速、千夜のコースを走破することになった。まず、N 会館の裏玄関前から。ここで黒川さんが自動車に乗られ出発しました。それで私も10メートルばかり隔てて後ろに続きました。よし。 福原運転手は快活な青年だった彼は元気よく説明しながら鮮やかにハンドルを切ってそのままコースを走り出した途中はこのくらいのスピードだったのだね場所にもよりますがこれくらいですそれにあの晩は前の車と2 0メートルくらいで間隔を常に保っていましたのでかなり速力は加減させられました 前の車は常に異常なく走っていたのだね。私は相手のテールライトを追って注意深く運転していったのですが、20メートルといえば十分注視できる距離だ。で、前後して F ホテルの玄関に着いたのだね。そうです。おお、こんなところを通ったのかね。そこは山手の静かな住宅街だった。 高層な邸宅が長い塀をめぐらして昼でもひっそりと静まり返っているこんなところを回るのはちょっと遠回りなのじゃないかしらそうですねしかし道はこちらがいいんですよ最近ずっとアスファルト舗装をしていますからねなるほどその辺りの道路は最近すっかり改修されてつい先だったまでの凹凸道路はいつの間にか姿を消していた アスファルト工事はいつ頃からだろうなあ。峰島が外を見ながら言った。昨今ですよ。今でも向こうの方をやっているんですから。その通り、少し行くと道路に、工事中片側交通禁止のて札が立って、数人の道路妊婦がシャベルを振るって立ち働いていた。 9。青ひげの脅迫状。私にとっては、道順の調査など無意味にしか思えなかった。幸い体の疲労は取れていたので、面倒な峰島の行動にも露骨な不快は示さないで済ませたが、それでも F ホテルのグリルに落ち着いて、香りの高いコーヒーを前にしたときには。やれやれ。 道路には青ひげの足跡も残っちゃいなかったなあ。と愚痴をこぼしてしまった。青髭の足跡だって峰島は私の言葉に驚いたように反問したが。どうしてどうして。僕は足跡どころか、これでいよいよ事件も終局に近づいたと思っているんだぜ。えなんだって今度は私が驚いた。 今の道順調査で僕は最後の扉を探し当てたんだ案外簡単に言ったんで僕はかえって張り合いのなさを感じているくらいなんだじゃあ青ひげの所在を確かめたのかいそれは言えないよじゃあ黒川恵子は生きているのかどうだいそれも言えないさ笹井い運転手はおい待てよ だって僕は推理の上だけで鍵を掴んだんだぜ。現実的には何ら知るところがないんだ。僕だって超人間や千里眼じゃないんだからね。それには気を至った私もどうすることもできなかった。物足りない気持ちをかみしめて。じゃあ、今しばらくお預けとしておこう。一時間ばかりの休息で緊迫した気持ちに余裕をつけた私たちは、 それから再び車を買って P クラブに浅川久介を訪ねた浅川久介はこの日も N 会館主事の横山と前後作を講じていたが私たちの顔を見ると喜んで席を進めて早速ですが批評家の寒河江丈司氏が自殺をされたことをご存じですかと尋ねた自殺を 私はあぜんとしたが、峰島は大して驚きもしない風で。いつですかと、静かに尋ねた。今日の夜中だったそうです。自分の家の書斎で服毒自殺をしていたのが、今朝になって発見されたのだそうですが。他殺じゃなかったんですね。私が咳込んで尋ねると、 殺じゃありません。全く覚悟の自殺とのことです遺書があったのだそうですが原因は何も書いてなかったそうです峰島は黙って名目しているし浅川支配人は横山主事と何か小声になって話を始めるし私は心の混乱をどう防ごうにも術がなかった「ねえ峰島 僕たちはそっちの方へ行ってみなくてもいいのかなしばらくして耐えかねた私が峰島の耳元に囁くと、峰島はやっと目を開けて。死んだものは仕方ないよ。急ぐ必要はないさ。ただ、時間だね。先生の自殺した。じゃあ、時間を警察に聞いてみようかそれも帰ったからでいいよ。来たばかりだが、 別にここにもこれ以外にニュースもないらしいな。帰ろうじゃないか。浅川に別れを告げて峰島のホテルに帰ると、私は早速に電話機を取り上げた。呼び出した葉山警部補に挨拶抜きで寒河江の市を訪ねてみると、服毒の推定時間は昨夜11時頃だな。遺書には、俺は男らしく死ぬ。今となっては、 それが最良の方法だ、とあっただけだ。との返事だった。そうか。峰島は絨毯の上を歩きながら私の報告を頷きつつ答えたが、ちょうどその時扉にノックがあって、防イが一通の封書を届けてきた。どこからさあ。 差出人の署名のない白い核封筒を不審がりつつ開いてみると「君は僕にとって非常に邪魔な人間である」「ただほんの行為から一言忠告するがこの手紙を受け取り次第君は断然君の現在している仕事から手を引き給え。さもない時は君の運命は 従前の犠牲者と同様である青ひげ 10. 最後の一枚なあに大丈夫だよいよいよ芝居は大詰めになったんだどの芝居だってトドのつまりは主役たちが顔を合わせて幕になるんだからな 愛用の葉花に悠然と火を移しながら、峰島は平気で微笑を浮かべた。だが、彼の美雨のうちに密かに流れる決心の色を、私は決して見落としはしなかった。本当に危険はないのかい馬鹿ガーを言っちゃ困るよ。まあ、一杯やろうじゃないか。多分僕は明日から箱根辺りへ休養旅行に出られるだろうと思うんだ。 明日からだってそうだよ。なぜって、今晩で事件は解決するから。いや、生意気を言って僕の推理過程が間違っていると、そうはいかないんだがね。自信に溢れた彼の総合には、記者にのみ見られる輝きがあった。私は胸の不安を押しのけて、明るく彼の手を握った。成功を祈るよ。 僕は君のすることには心配をしないことにしよう。こうして夜が訪れた。上層の一夜が明けた。転々として悪夢に誘われがちな信頼を蹴って起きると、朝飯もいい加減にして、私は早速峰島のホテルに飛び出していった。万事終了。僕は九時まで寝かせておいてくれ。 ドアにはピンで止められれたた小さな紙切がが下がっていた私はこれまでこの時ほど時間の経つのをもどかしく思ったことはなかった私はやけにタバコを吸いながら時間の来るのを待っていたが9時が来ると早速扉をノックして嫌おなしに峰島を起こしてしまったもう9時なんだぜそうかすっかり熟睡したらしいな 峰島はパジャマの上にドローウィングガウンをまといながら洗面所の方に行った事件はどうだったんだ私の声は苛立た,たしく彼の後を追いかけたて定通りさ水の音とともに彼のののんきな声が返ってきた黒川恵子はピンピンしていたよ彼女の恋人ととても幸福そうだった <laughs> 私は口がきけなかった私は峰島が身だしなみしてくるのを待って改めて落ち着いて彼に対した話してくれ分かったことを黒川恵子はどこに誰といるんだそしてどうして自動車から外に連れ出されたのだしかし約束をしたいことがあるんだかねなんだ今更 私は峰島に詰め寄った。僕の話したことを誰にも公開しないことだもちろん新聞記者などにはねしかし一年ぐらい経ったらご自由さどうしてって関係者たちはみんな安全地帯に逃れ去ってしまっているからさ11ハッピーエンド 僕は昨夜0時を回ってから Z 町100 10番地の鎌地という屋敷に訪ねて行ったと峰島は興奮におのなく私に静かに語ったそして僕はその家の中に謎の失踪者黒川恵子と彼女を略奪した犯人とがむつまじく同棲しているのを発見したもちろんその男はその家の主人鎌地三郎氏なのだ 峰島は言葉を区切って新しい葉巻を一本手に取った。かまじ氏は若い外国帰りの財産家だ。そしてパリ以来の稽古の恋人なんだ。彼は、もう君も想像しているだろうが、青髭の名に隠れて恋人を必要なパトロンの手から略奪したのだ。すなわち運転手支えとは、 鳥も直さず、釜獅子の変身だったのだよ。私は何とも口がきけなかった。彼はライターを弾いて葉巻に火をつけると。佐賀栄常時も、パリにおける有力な彼のライバルだった。だが彼は、黒川の誘拐者が釜獅子であったことを知った当夜。彼は運転手支えのアパートを訪ねてそれを知ったのだが、 彼は嫉妬のあまり相手と大乱闘をしそのまま帰宅すると失望の極み自殺してしまったこれらの事情は釜路氏の告白で明瞭になったのだが釜路氏はそれと同時に僕の前で自殺を図ろうとした僕は止めた僕は彼ら二人が幸福に暮らせるよう保護することを約束して帰ってきた 君はそれを法律違反とでも思うかいいやそれよりもと私は先を急いだ僕の聞きたいことはどうして自動車からケイコを連れ出したかということだがそれは君何でもないさ同じ型の同じように細工された2台の車が用意されただけだよたく、そしてそれが巧みに失踪の途中ですり替えられたのさ それがどうして君に推定されたんだ異想外の解決に私は仰天して叫んだ君にはそれが前から分かっていたのかそれはすぐ想像されていたよ F ホテルの車庫にしまわれていた2台の自動車を見た時からねどうしてかといえば前の自動車のタイヤには 後ろの自動車のタイヤにいっぱいついているコールタールがいささかも付着していなかったんだ同じ道を同じように走っていながらそれはどうしたわけだろう僕は道路修繕の町並みを走りながら自動車のすり替えられた箇所を推定することが確実にできたのだすなわち修繕中の道路からしばらく先に行ったところに道が直角に曲がるところがある 全コースを通じて、後ろの車から前の車、前の車が姿を数秒消し去る唯一の場所なのだ。しかもその角を曲がったすぐのところに大きな門がある。替え玉の自動車はその門のそばに用意されていたに違いないのだ。僕はその屋敷の、僕はその屋敷の表札を見た。表札には、鎌ま三サブロと書いてあったんだ。 君の推理眼には敬服する以外何もない。しかし、かま氏は、なぜ青髭の七蔵を語ったのだろうな。私はため息をつきながら言った。何当世流行の青髭の名に隠れれば、完全に自分たちの犯行もカモフラージュされ得ると考えたからだろうさ。だが、結果から言えば、 その明暗にも占領の異質があったね。なぜってその青ひげ自身が探査に乗り出す主義になったのだもの。